群馬大学理工学電気電子コース、加田と申します。本日は、本研究室の、研究紹介をさせていただきます。本研究室では、量子ビームといった技術を使って、さまざまな応用分野に研究を展開することを行っております。量子ビームとは、レーザー、イオンビーム、X 線、放射線といったもの総称です。あまり聞き慣れない言葉であると思いますが、物理の実験でよく使われています。文部科学省の量子ビームの紹介も送りになっています。また、夢ナビにも、同じような内容で、記事が書かれているので、もしご関心があれば、ぜひ見てみてください。今回のご紹介する研究では、量子ビームを使った材料の加工、また、この量子ビームを、対象とするような計測材料の開発と、その重粒子線での、利用についてご紹介いたします。現在私たちの研究室では、この量子ビームを使って、さまざまな材料の、加工について取り組んでいます。その、最近の事例として、ダイヤモンドといった、新しい半導体の材料の中にさまざまな構造を作り出すことに成功しています。私たちの研究では、細く絞った量子ビームの一つであるイオンビームを使って、一見透明なダイヤモンドの中に非常に小さい原子のサイズの血管というものを作り出すことに成功しています。これは一つ一つが量子中心、蛍光中心と呼ばれるような、機能を持つような、材料に、もともとのダイヤモンドの材料が、変わっています。これを一つ一つ活用することで、さまざまなセンサーに応用されることが期待されています。この、取り組みでは、この蛍光中心の配列を、作り出したいところに作り出してあげることで、一見画面の左下の透明なダイヤモンドを加工の後でも透明なものなんですけれども、そこに緑色の光、特定の光を入れてあげることで初めて読み出せるような記録を形成することにも成功しています。より進んだ加工として、単一のイオン、原子のイオンではなくて分子のイオンを注入することで、これらの量子中心が複雑に相互作用するようなデバイスの形成にも現在取り組んで挑戦しています。こういったダイヤモンドのような新しい材料以外に、放射線を感じられる材料を改良していくという取り組みも行っています。こちらは自分たちで作っている透明なガラス材料を使った重粒子線がん治療の診断技術の改善のようです。一見透明なガラスを自分たちが、材料から作り出してあげることで、センサーとして活用できるものを作っています。この一見透明といった材料なんですけれども、放射線が当たると徐々に中で、構造が変わっていって、紫外線を当ててあげると、その放射線が当たった量の分、オレンジ色に光る材料に変わることができます。こういった材料を各種の放射線の現場に持って行って、どのぐらい放射線を浴びたかというところが測るようになっています。私たちの研究室では、この材料の形構造を変えることで、メガネのようなウェアラブルなデバイスにもこのセンサーを実装することを行っています。右下にある例では、メガネ型のデバイスの左目の方に放射線が当たった例です。実際にお医者様のような、放射線を使った治療などをされている方に、左目に放射線が当たる可能性があるということで、そういったものを模擬して、左目だけに放射線を当てています。放射線の量が増えるに従って、オレンジ色が強くなっている様子を、このデバイスで見て取ることができます。こういった、材料を作るというところで、
電気分野で、よく活用されている半導体を使った例というものを、最近研究に、着手しています。シリコンと呼ばれる材料が一般的に半導体としては広く活用されていますが、重粒子線のような放射線では放射線がその半導体を、破壊してしまう恐れというものがあります。これに対して、近年着目されているワイドバンドギャップ半導体、シリコンカーバイド SiC やダイヤモンドといった材料が、この放射線の耐性が高いというふうに考えられています。そこで我々は、海外の大学と、協力してこの重粒子線の精密な線量測定を、新しい材料であるシリコンカーバイドやダイヤモンドといった半導体で、構築できるように、研究開発を進めています。小さなシリコンのデバイス、さらにはシリコンカーバイド、ダイヤモンドなどを使って現在、各地点での放射線線量を測り測定できるような、デバイス作りが、現在進められております。このような、粒子線、放射線といったものを対象として、センサーなどを組み合わせながら、さまざまな応用分野、医療や材料などの分野について応用展開ができるような研究開発を行っています。もしよりご関心がありましたら、先ほどの夢ナビの、リンクだったり、このようなウェブページもしくは E メールなどで、問い合わせなどをしていただけると、お答えできるかと思います。